はい、皆さんこんにちは。今日はゲストを呼んでます。じゃあ自己紹介簡単に、名前だけでいいんでお願いします。ケプトです。いや、まあ、なんか所属も言うよ、ね、この雰囲気でラッシュゲーミング名乗ると思う。あ、そうか。まあいいんじゃない。別にラッシュゲーミングのケプトです。はい、お願いします。はい、ターンのライトです。どうもお願いします。シノビズムゲーミングの武田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、ありがとうございます本当に。いえいえ。で、今日はね、何するかっていうとクイズ、とりあえずクイズを。それもおかしいですね。そう、うっすら。ほんとそれしか聞いてないです。そうそうそう、クイズやろうかなと。はいはい。で、どんなクイズかっていうのを、俺がキャラランク、何かのテーマについてのキャラランクを作ってきました。ああ。それが、何のテーマに関するキャラランクを当てるっていう。なるほど。なるほど。え、いや、事前準備全部無駄になったの、俺。何したの？ライラントクルーズの曲名をやってるみたいな。そういう会社でやってるんですか？そういうのを言ってたんだけど。そう、クイズね。一切ない。とりあえず全部で8問用意してるんだけど、はいはいはい。基本的には、知識系を問う問題がまあ多かったりする。もちろん知識系を問う問題もあるし、知識系じゃない、全く関係ない問題。それ混じってる。俺の目で選んでるから、ガチだったら、ちょっとここ押さえといてほしいよねっていう、はい、そんな、例えばフレームの話とか、っていうところでランクをつけてますと。主観はない。だから例えば、アピールの煽り性能が高いキャラランキングとかあるとさ、お前、お前じゃない。それはないよ、それはないよ。なるほど、なるほど。ない。これ、事前に、実は昨日ね、うん、通話で、ニードのアバダンゴと、これ検証してんだよ。溶かしてる。ちゃんと溶けるかどうかって。そう。なるほどね。リハーサルのメンツ強くないですか？まあ強い。だから、それで無理やったら無理だ、できないなと思って、一応ね、聞いてみた。スッチ系強い2人ですね。そうそうそう。あの2人、下準備に使われてる。あの、通話の様子とかも、ちょっと、録音してるから、それもなんか多分番外編とかで曲げると思うんで楽しみにしてください。ということで、あと全部で8問あって、一応、全体のルールとしては3人が1チームになってやってもらおうかなと思ってます。だから3人で、1人1人答えるんじゃなくて、うん、3人ワンチームで。うん、で、8問中、一応ね、これ難しいんだけど、6問結構ですね。だいぶプレッシャーがいきなりプレッシャーがズドンってこう。いやでも3人で相談していいんだよ。うん。いや、まあまあ、まあ、3人寄ればじゃん。もんじゃなんとかじゃん。うん。まあ相談って別にメリットだけじゃないですからね。確かに。で、まあ後でも説明するんだけど、最初の3問めっちゃ簡単なのよ。はいはいはい。だから、これは、全員が正解して、チーム1ポイントっていう話にしようかなと。あ、もう答えられたら当たり前。そうそうそう。そうだなぁ。もう、ニードの番号はもうすぐ分かってるみたいな。これ弱いんだよな、それ。ちょっと弱そうじゃない。まあでも、いけるとは思うっていう感じかな。わかりました。概要として。で、これ一応知識系っていうことで、まあ、プレイヤーの皆様には、一応リスクじゃないですか。分かんなかった時に。橋を書くっていうリスクを当てて、うん、俺も何も提供しないっていうのは忍びないと。うん。ね。ということで、一応、8問中6問超えたら、皆様一人一人に、Amazon ギフト券的なものを、一人3000円で、おうおうおう渡そうかなと。あ、ちょうど暖房器具欲しかったんですよね。買える安くない？安くなったんじゃないの？家に帰るくらい。ということで、はい、早速やりましょうか。でまず、あ、そういうことか。1問目送ります。で、これは相談できない。相談できない。やっぱり最初はさ、ちょっとつまずきたくないからさ、まあ、チュートリアルみたいな感じで、そう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 、一番簡単なやつにして流れをね。じゃあ、送ります。はい、ドン。1問さ、これはもう、大丈夫ですか？はいはいはい。大丈夫です。僕に個人ラインで送ってください、答えを。はいはい。了解です。はい、あ、ちょっと待って、迷いでした。いや、待って。まあでも、これはあんまり。きっかけとかじゃないでしょ、ってまだ。うん、そうね、もうシンプル。何にも思いがない、そこに。え、ちょっと待って。高橋さん。いや、これ。これ、いいですか？あ、もう重くていい。あ、じゃあ、はい。俺と大地さんはもう大丈夫です。やばい。そこにハマったかもしれない。そういうことじゃないよ。道のりないからね。そうだからないんだよ。9割ぐらい来てるやつあるんですけど。いや、そのままいっちゃっていいんじゃない？1問目ですもんね。1問目だね。OK です、OK です。はい。じゃあ、
あ、じゃあ、竹田さんも送んなくていいや。竹田さん送んなくていい。お二人は正解。二人はもう、ね、正解。何言ってるか。だから竹田さん口頭で。口頭でどうぞ。はいはいはい。いいですか、じゃあ。はい、いいですよ。攻撃上がり。あ、そう、攻撃上がり何ですか、ちなみに。長さ。あ、そう、正解。はい、よかったです。これもよかったじゃん。何かって言われた。残り10は、なんていうのかな、リュカとか、スネークとかが、そんな短かったって言って、一緒に。あ、スネークは思った俺も、確かに。あ、スネークは短いです。リュウが長いのは、あれだから、最初、って思ったけど、子供リンク短いのも知ってるんだけど。そうそう、ヤンリン短いのも知ってるならいけるだろう。そう。っていう感じですね。まあでも、よかったね。さすがですね。これは本当に。結構慎重だね、なんか思ったより。いや、繊細。ちょっと分かる、ちょっと分かる。次いきますね、じゃあ。はい。2問目は、これです。でもね、これはツボにはまるとむずいかもしれない。B 多いな。意外と？いやー。あ、ちょっと待って、これは。あ、いけました。いけた？あ、いけました。うん。え、何、何、何？僕も大丈夫。大丈夫。まあ。まあまあ、当然ね。送っていい。これくらいは。送っていいよ。はい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 。はいはいはい。もう2人です。はいはい。キャプさんはもう、これってなったら言っていいよ。言っていいですか？空中回避のフレーム。あ、そうっすね。ああ、正解です。はいはいはい。危ねえ。怖い怖い怖い。でもこの2問が結構俺の中では外されたくなるって感じだったから、まあさすがね、さすがにこの辺はって感じですね、普通に侍だったら。はいはい。コンボキャラじゃないとね、結構この辺で抜けがちなんですよ。抜けがちなんですよ。ちょっと思った。確かに、次だな。これも全員正解で1点にしようと思ってる。はいはい。けど、あの、ニエトのアバナンゴもちょっと顔をしかめたね。なるほど。顔見てないけど。じゃあやろうか。いや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 、舐めすぎっすよ、そんな。舐めすぎっすよ。やっぱね、この3人だったら、第3が一番強いと思う、正直。はい、即答。素晴らしい。素晴らしい。まったくしっかりしてくれ、君たち。ちょっと、やばい、ハマりそう。これは、あのね、あの、モニター、ニートのアバランドの2人よりも早かった。一番優秀と思う。なんか、意外とそのさ、B とかにさ、ぽくないノイズみたいなのがいるらしい。いや、僕ノイズも全部覚えたんですよ、ついこの前。あー、そうそうそう。ノイズね、確かに引っかかった、最初。まあ、一応ね、全員正解ってちょっとこれハードル高いと思うから、ちょっとしたヒントは1個ぐらいあげようかなと思って。まあ、何分かしてわかんなかったら。これ、いいね、これ。この2人をこう眺めることになって、いいね。たまんないね。ルカリオが鍵だよ。たまんないね。ルカリオ結構鍵だと思う。ルカリオ鍵だね。結構ね、このキャラランククイズって、本当に一番上と一番下だけの方が、かえって迷いにくいっていうか、それで結構合うもんだと思うから。じゃあ、全然低い。じゃあ、一応これヒント出そうと思ったから、出すわ。ヒント何か分かんないけど、個人的な感想ね。結構ね、フィットルはこの印象あると思う。そう。じゃあ、たぶん正解だと思う。間違いない。じゃあ、俺、送っていいですか？あ、もう結構。大丈夫、フィットネス先生、ちょっと待って。正解。嘘？なんでそんなわかんの？いいっすね、これ。あ、怖い、俺。PGMもそう。ね、もそう。PGMも結構そう。ミキさんと対戦すること絶対感じる。マジか。フィットでもやっぱ俺はフィットだ。昨日梅木さんち行ったから。よかった。タイムリーね。タイムリー。行っててよかった。マジ行けなかった。フィットでやってると、またかよって。またかよ、またかよ。結構でかいかな、このヒントは。いやー、やっぱ弱いよ、これ。ちょっとね、戦闘力低そうだね。弱いわ。でもヤンニンじゃん、やっぱ。そうあんだけやってて、そうだよ。キャンニンのこれこれだなっていうのが。テリー使ってたじゃん。テリー、いやそうじゃねえんだよ。いかれるんだ。いかれるんだけど。共通点なのに。喧嘩。ごまかしは。さっきで協力しなきゃいけないのに。いや3問目で厳しいきつくないか。
いやー、マジか。さ、男として悔しいねってやめてくれ。いや、本当に男待ちの時間やめてくれ。いや、ダメだ。ごめんなさい、わかんないっす。あー、オッケー。無理だ、これ。これは、こちらこそと、回避上がりの長さ。あー。全然なかった。なかった。なかったか。なんだろうね。まあ、フォローするわけじゃないけど、やっぱ使い手によるかもね。何を使ってるかって自分崖狩りの。そう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 。まあ、崖狩りやんないきゃいないけど。自動振り向きで全て解決してるから。どっちに言おうかな。サボってないですけど。わかんない。わかんない。わかんない。いや、これはちょっとむずいね。こっから相談ありにしようと思う。はい。で、ただ次の問題は、ライトさんがね、なんか、わかるらしい。なんか。っていう話をコミに挟んだ、謎の情報。だから、ちょっと、ちょっと、ラッキー問題かなと。いや、これなんか俺責任重大じゃない？いや、重大よ。気持ちは任せて。そうそうそう。これ？うん。あー、わかります、わかります。わかりやすくても。ちょっとさ、じゃあ、いや、ちょっと、でも気になる。彼らが知ってるのが。俺もわかるかもしれない。この二人相談させてくれ、ちょっと。これ、わかるの分かってんだもん、俺。これでさ、ねえ、情報開示しないまま終わったとさ、俺も忍びない。はい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 、はい。いないキャラいいですもんね。え？あ、そういうこと言えない。あの、それならそうなんでもね。でも、着眼点は丸いよね。着眼点が良すぎて、いやいやしてる。俺多分、クイズ番組としては正解だじゃないの。村静いなくない？まあ、そういうね。村静いなくない？本当に。いないけれども探すね、ちょっとね。それがネックだったの。確かに、確かに。俺は分かった。ただ、どうでしょう。あ、まあ、確かに分かった。3人全員するこれ。これはそう。でもここ相談していいです。いや。分かった。でももう分かっちゃったの。多分は。分かっちゃったの。うん、でもそしたら不正解確定しますよ。あ、分かんないの？結構分かんない。あ、そうなんだ。突き放す。え、じゃもうちょい考える。これね、実はいないキャラ考えたらね、もう結構分かると思う。まあ、大ヒントですね。大ヒント。いや、村静いないんだよな。そう。いいね。あー、なんか。あー、そういうこと？解かれた。え、なんでいないんですか？いませんね、恥ずかしい。あー、そういうこと？バレるからね。あー、わかりました、じゃあ、どうしよう。じゃあ、ナイさん、謎に送ってもないけど、一応送ろうか、じゃあ。そうですね。そうですね。一応送って。はい、送りました。はい、はい、正解。もうなんかもう疑われることすらね。この問題ありがたい、だいぶ。はい、正解正解。だいぶありがたい、これは。口頭にします。つかみの発生。つかみっていうのは何でしょうね。その、つかみっていろいろあるんですよ。なるほど。まだ抜けてないけど。まだいたんだ、そこに。安心してるけどね、まだ抜けないやつだから。つかみってさ、まず、その、ダッシュ振り向き、そのまま。うん。もう、のどれかなんだよ。うん。3だけだよ。一個当たり前。で、ダッシュだ。正解。はい。もう暮らしで、はい、1ポイントだ。はいはいはい。ということで、今のとこ1ミスかな？そうっすね。宮田さんの弱っちゃうやつが。じゃあ次行きましょうか。まあ、ここも相談ありで。ここからやっと。来ましたね。で、あ、ここから来てる。これは、ここまで即答した僕も、確かに、これはちょっとむずい。これ相談いいんですもんね。喋ってもらっていいっすよ。はい。どうすか、ライトさん。ライトさんがやっぱね。鍵？あ、これピッチューが一番下じゃん。うん、だからピッチューって運動性能がないんですよ、基本的に。うん、受け身の転がりの長さですね。いや。え、いや、受け身だと。ドンキは確かに長いね。ムギ長い、パルテは長い。クッパゴミじゃなかったっけ？
俺のキャラみんなも、あ、でも龍拳が違うのって違うでしょ。龍拳何が違うのこれ。いや、違うわけないんだ。同じだから、ベースが。それ、めっちゃいい気づきっすよ。そう。ダッシュファイターだけど、違うから。じゃあ、武田さんじゃないこれ。武田さんだ。解くべきは。いや、別にそうだね。そうだね。そうだね。気づいただけすごい。危ないゲームじゃない。え、待って、龍どこにいるの。龍一番下。いや、これ結構武田さんでしょ。ヒントだね。龍拳でこんだけ差があるっていうのは、で村瀬と一緒だからちょっと、わかんないな。特に努力しがや。ドンキーは鍵っぽいよね。ドンキー鍵だね。明らかにおかしいもん、こいつだけ。そう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 。ドンキーが、一人でね、100個ぐらい鍵持ってる。ドンキーと龍だっちゃう、これ。やっぱね、これヒントじゃないけど、上3体だよね。なんか不自然じゃない？おかしい。このゴリラの顔がおかしいんだよ、明らかに。いや、これ難しいわ。ヒント、俺が想定説出すと、はいはい、俺のこのキャラランククイズで最初に言った前提の話はもう一回思い出してほしい。なんて言ってたの？忘れちゃった。前提の話。ワイワイやろうぜ、みたいな。やりたらないよ。それは違うね。知識系の話？はい、もあるけど、そうじゃないもあるっていう話です。あー、ちょっとバラエティーによってんのかもしれない。あ、真面目だから対戦でガチ対策しようとしてあんまり参考にならない表なんじゃない。リップマッチのキャラブープ数みたいな、そういうあれかな。あー、いやでもそれは結局データって、データっちゃデータじゃない。私結構なんかいい線いってるような気がした。あ、分かった。あ、分かった。分かった、分かった、分かった。俺も分かった。何？分かった、分かった、分かった。相談はいいよ、別に。分かった。俺も分かった。メイトだよね。あー、なるほど。メイトの分布だ、これ。はい、正解です。あー、なるほど。ドンキ、ドンキ、そうだわ。確かに。これ、ドンキがさ、こいつら2人並ぶってもうこれしかないよね。そう、確かに。ロボもね、そうだし、龍が離れてるのもなんか言ったらよく見るとさ、なるほどな。A とかもさ、もうそういうやつしかないのよ。え、じゃあ、やばい、やばい。確かに。今、ビップ、よくいい気づきだったよね。ビップのキャラ分って。ビップにしてはちょっと、そうなんですか。あ、なるほどね。あ、やばい、やばい、すごいスッキリしてる。もうさ、勉強かなって思った瞬間でさ、あの、そう、ああ、なるほど。上も下も。いろんなドンキ使いがね。ドリックス。いろいろこう、いろんな色のドンキ。次行こう。いや、多いな。はい。これは、言っとかないと分かんないなって思うから言っとくと、知識系です、これは。うんうんうん。それは言っとかないと絶対無理。なんか、これもまた邪魔なやついるんだよな。ベヨネッタとかいう。いや、むずいな。ジャンプだと思ったんだけど、そしたらファルコおかしいんだよな、ここに。なんかね、プリンとか見るとね、うん、プリン結構は見ると、ちょっと思う。知識系。超ジャンプの高さとか違う。あー、でもスティーブ弱いね。スティーブが低いのはかなり熱いな。常にこの位置じゃない。でもスティーブもっと抜けて低くない？多分。まあでも一番下としてまとめられるんだったら。あ、でもプリンより低いことない。ロックマンって高いよね、超ジャンプ。あ、でもどうなんだろう、弱いか。波？え、弱いじゃないですよ、超ジャンプ。でもベロが俺高かったかあんま記憶ない。俺そう、これ邪魔なんだよ、こいつマジで。本当に。なんで、なんだこのベロネッタ。やっぱ運動するの？あ、分かったかもしんない。いいっすか？アリさん強い。移動回避の後突き。あ、プリン長い。うん、プリン最弱。あ、でもフォックスが最強だ。フォックス。最強なんだっけ、あれ。違う。いや、フォックスはめっちゃ強かった気がする。強いわ。フォックスどこだっけ？真ん中ら辺。意外と弱い。じゃあ違うか。確かにいい線いってそうだったけど、いや村人も多分もっと悪い。確かにね。いやー、これむずいよ。いや、武田さんそれしかいない。本当だよ。頭柔らかくないね。はい、じゃあ一応終了ですね。答えを言わせてください。まだ一番ありそうな小ジャンプ。
妥協の少女。妥協の少女とかやったな。少女の高さ。少女の高さ。はい、正解っす。おー、マジっすか。結構早かったんだけど。マジっすか。うん、マジです。そんなに。よかった。エピソードね。そう。で、これ、普通に、大ジャンプとかの高さにすると、ファルコがもう、そう、すぐ上がっちゃうから、すごい違和感があって。ちょっとひねったっていう。じゃあ、7問目ですね。ナイス。俺すごい勉強だわ。じゃあこれはもうやばいから完全ノーヒントで、もう俺もうLINE写真送ったらもう一切ダメだ。本当に。はい、送りました。それはこれね、ライさんいなかったら多分絶対無理だと思う。ライさんだ。奪還とか一番の要素は結構知ってるはずなんだけど。解かないでくれ。多分ちょっと待ってね。でまず奪還とか一番の要素言っとくわ。次に、うん、NB の発生保証込みの技じゃないもん、ね、とあとアイテム投げが発生。アイテム投げなかなかだね。そう。アイテム投げかなって思ったんだけど。パックマンが早い、普通、パックマンって意外と普通なんだよ、アイテムだけ。全体で見たら。はいはいはい。見たら普通なんだけど、この下のやつはそんな遅かったっけっていう。確かに。メガマンとか早いイメージある。まあなんかそんなクソ遅いイメージはないけど。ダウン姿勢もなんか鳥がいるから、とかあるけど。なんかね。そう。ヒットルとかもある。あとは大体普通なんだよな、奪還と。一番ってなんだろうな、これ。いやこれかなり特殊だったね。うん、だいぶ特殊だね。確かにおかしいものもね。まあ、そんな気にしなくていいよ。だからほぼ C というかね、この。いや、そうでもないよ。いや、でも何も言わないって言ってたわけだから、めちゃくちゃ。やじ、言ってくれた。解かれたくないけど。いやー、なんだろうな、これ。技ではないって言ってたもんね、最初にね。いや、わかんない。朝かもしれない。うるさい、うるさいな。めちゃくちゃ。本当に。気楽に生きようよ。何がいいとか悪いとかさ、どういう意味だよ、キャラランカって。あ、うるさい。ちょっと待って。何？ちょっと待って。声出せよ、声。ステップ、うん、の、なんかその、短さというか、落とす気のなさがあって、それがダッカンと一番短かった気がする。本当に。そのステップ全体のネームがあって。ダッシュガードってこと？ダッシュガードはまた別なんだけど、ステップ全体のフレームの長さは、ダッカンとか一番短かったんですよ。で、シュルクもここにいた気がする。それも結構優秀そうだわ。メタそんな弱い？ね、そう、そこなんだよな。メタパでも距離が長いんだよね、メタは。ステップの。え、なんかさ、ルキノボルスとかすげえ長そうなイメージあるんだけど、距離で見たらこうなん、そうなんだけど、うん、なんかそのステップの全体のフレームは、また別なんだよ。なんかここら辺ややこしくて。そう、まあ、岩落としの。シルクはこれ何？モナド、ノーマルってこと？ノーマル。ノーマルでも。通常でしょ。だった気がする。でも時間ないからもうこれにかけるしかない。そうね。じゃあ、時間なんで。はい。これをステップの全体フレームの短さ。はい、正解です。よーし、よーし、すごい、よし、すごい、すごい、あー、よし、ライさんの企画ぶっ壊しちゃった。いや、見えたままでも強いかもしれないな。嘘、よーし、これは嬉しい、一番嬉しい。じゃあ、ガンといたのが良かったな。勝ちということ。勝ちだよ。なんか一番良さそうじゃん。八音ね、やるんだけど、なんか書けないなと思ってさ。OK。じゃあ、あれだね。急遽変えよう。はい。早押し一人取り。ピモンズ。1、2、3決めようか。で、それで、賞金額を。あー、なるほど、なるほど。5、3、1いくか。OK。なるほど。ということで、画像を取得する速さも大事なの。5、3、1でいきます。いやいや、もうマジで超えてくれよ。送りました。苦しい俺。俺これで次何
だろうとやめなよ、マジで。ケニー有利だわ、これ。有利不利とかない。皆さん有利だろう、これ。これ、最終問逆だったな、これ。ダッカントと期待したものだったら。ちょ、分かったもん、でかい声出さないよ。びっくりしたから。この静寂の中で大吉さんさ、なんかでかいの出しそうだからいやー、引っかかんないな。まあ一応じゃあ言うとさ、 S と A、 S と A は、まあ、気持ち左右差があるっていう。それだけ。いやー、もうヒントにもなってない。そんなヒントないんだよ。これは。いやー、分かった？分かった。いや、送りますよ。これ分かったらね、もう間違いようがないと思う。正解。そんな、はい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 。分からん。びっくりした、分かった、分かった。いやー、大吉さん、ありがとう、思うね。そんな、そう、ぶんどられてたら、そう、すげえ。なるほどね。やっぱ、こういうのは俺強いわ。ちょっと考えればわかるけどな。くそ。うざいな。ヒントあげようか、ヒント。やめろ。毒だよ。いや、じゃあ、単純にこの男に負けるんだけは絶対なんですよ。本当に。これでね、大吉さん3位はね。相当失敗だね。これは。いや、正解して。絶対そっちの方が面白いのに。いや、悲しいわ。すいません、ヒント出しますね。はい、はい、待ってます。ニエノとアバランゴにこれ出して、で、二人ともまあ分かんなかったんだけど、答え言ったら、ふざけんなとか、キモいとか、罵声はあります、とりあえず。罵声？まあそういう感じですよ。だから、ケプさんが、なんかすぐ回転に立ったっていうのも、結構、もうだからさ、知識系だったらさ、まあ答えられないじゃん。まあそうだからね、やっぱね。いや、最終問題だから。からそれは。いやー。そのお父さんがだって、この流れで最終問題に持ってくるっていうことだから、それは。アイさん、あれだな、メイトのやつも分かったのに、これが分かんないのかわいそうだな。それこそディップしかないのに年数一番低いんだもん。あ、うざ、これマジで本当に。でかい声、これでかっか。これバカだよ。これマジでかつく、マジで本当に気づいたわ今。あー、なるほど、ショウさんってそういう人なんだ。そうなんだ。本当にむかつくむかつく。でもこれ、でもこれあのね、武田さんには絶対分かんない。絶対分かんない、これは。そんなに分かんない。そうだから、この3人で脳の作りが似てんのよ。俺も分かんないと思って出されたら。なるほど。答え、ちょっと気づいてもらえない。あのね、2番目に出そうと思ったら結構大ヒント、今出そうと思って大ヒントがあるんだけど、はいはい、いや、一番下の4キャラ見るとみんな分かってくれる。4キャラ、まあ、かなり特徴的ですからね。ネスケに言うキャラ。あ、そうね。すぐ言ったね。4キャラ、うん。その4キャラに共通してる要素。うん。でもなんか、もう技とかさ、ステータスとか考えなくていいよ。いや、もう俺そっから抜けれないよ。何回フォークしたら技違うんだよ。ちょっとヒントもらっていいですか。え、ヒントもらっていいですか。いや、結構言ったんだけど、ね、今までの問題ってさ、もう完全にさ、ガチでしか分かんなかったじゃん。そうですね。メイトのね、あれも含めてさ、ガチだけじゃん、はいはい、その辺のさ、サーブル持ってる小学生絶対分かんないじゃん、うんうん、全部で、これだけは分かる。なるほど、うん、いいヒントだ。いいヒントだ。じゃあ小学生ぐらいの感情に戻れば、そう、うん、前回出し終わった小学生かけら、はい、やってたんだ、小学生。いや、まあ、でもムカつくけどいい問題だな、これ本当に。そうね、これ覚えてる瞬間、うん、ちょっとね、にやりとして。それでしょうね。やらずに戦ってましたもんね。これはね、いい問題。簡単とか。めっちゃ主観入っちゃう。そうそう、入っちゃうから。人気とかもそうでしょ。かっこいい、かわいい。出てくるけど、小学生ぐらいの感想。そうだね。そう、小学生になりきれてないですね。もっとくだらない小学生は。これでも、確かにね、小学校とかで出されたら、
ムカつく系だね、これはまた内容としては、まあ、だ小学生同士出されてムカつくぐらいうんあるから、そう、わかった、わかったわ。無理では。わかんないけど。あ、まあまあいいじゃん、いいっすか、じゃあ、はい、名前の長さ。あ、そうっすね。なんだよそれ。確かに七文字じゃないですか。七文字？いや、ジュニアっていうあの千原ジュニアのイメージする。あー、JR なんあれ、あれよ、つながらのキャラに公認される名前の長さ。そうそうそう、だから勇者が二文字。そうそうそう、あー、そういうことか。そう、最初勇者読んじゃうと思ったんだよ。ちょっとマノイズかも。あ、じゃあ結果発表としては、いやいや、落ち込まないよ。結果発表中に落ち込まないよ。いや、したよ。1位がマケルさん、やった、まあ、2位が第3で、3位がマケルさん。はい、まあ賞金をね、はい、後でちょっと今ないんですけど、またさせていただこうかなと思います。はい、はい、ということで、なんだろう、締めの言葉とかも特にないけど、まあ、楽しんでもらいましたか？いや、だいぶ。結構、結構楽しかったじゃないですか。そうだった。俺的には企画としては結構満足かなっていう。で、まあ、またなんか、面白そうなこと思いついたら、まあ、人呼んで、まあ、このメンツでもいいし、まあ、やろうかなと思ってるんで、まあ、その時はまたよろしくお願いしますよ。はい。はい、で、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、何でしょう。さよなら。はい。さよなら。バイバイ。